いいよ。あと残り10秒ぐらいで開きます。オープンします。あ、キャッシュ、キャッシュを取ってください。開店いたします。そこまでバウンドはならないですけど、まあでもあれですね、開店しましたね。売店ね、開店しました。いや初めて来たんでね、ちょっと興奮してるんですけど、楽しんで行ってこうと思います。ふめくさんもまあちょっとやっとカメラマンといます。ちょっと話ができそうです。出ないですか？いやそう、求めたら出ないんで。そうそう、じゃあ今から行きたいと思います。ちゃんとなんかもう毎回同じようになってるんですけど、なんか違う形でちょっと見てくださいね。なんかあ、了解です。じゃあ今からちょっか行ってきます。いや指でしょ、ほんと閉店ガラガラ。いやもうこれ低評価お願いします。じゃあいいんですね、これで。いやこの後は3列の前置練習、前置練習じゃない、練習見に行きます。近くなんで練習帰るんで、はい、失礼します。はい、動画です。いやじゃあカープのサンクルフロントインサバイトを行きます。はい、はい、コカ・コーラクリアですね。クリア買ったのでちょっと飲んでいきたいと思います。ちょっと沸騰したら沸騰で溢れた。いや出ないでしょこれ。いや僕も結構寝そうな、僕も寝る体勢なんですね、車の中で。見た目がまあ、ちょっと水っぽいです。いただきます。あちょっといいですか。コーラですかね、これ。コーラに近い、まあちょっと白いんでなんかコーラじゃないような感じがするんですけど、色がね、多分ね、濃い方は多分コーラとは分かんない。レモンみたいな、あ、若干レモンパイナップル的な感じの匂いですよ。あ、でも若干最初はコーラ、あとからちょっとなんか果物系の匂いがする。何ですか、クレモン。あ、多分ゼロに近い、これ。ゼロ。ゼロカロリーなんで、コカ・コーラゼロですね、これは。次がメッキを入れたら飲まないかも。こんな感じです。ちょっと、僕の口にはあまり合わないような感じですけど。まあ、でも、飲めるっちゃ飲める。うん。飲めて言われたら飲めない。いや、ありがとうございました。まだいい。皆さん、これコーラ買ってみてください。試してみてね。